アメリカの床屋さんとかバーバーショップっていう、まあ、名前で堂々とやってるのがいいなと思って、一つの入り口として、まあ、ちょっとこう、まあ、若い人でも来やすいような雰囲気とか、本当の理容室のこう気持ちいい部分、まあ、顔剃りの気持ちよさとか伝えたいというか、伸びたから切るんじゃなくて、そのかっこいい状態をこうキープするために1週間に1回とか2週間に1回とか、これからお客さんで遊びに行くとかデートに行くとか試験とか面接とか、まあ、いろんな人がいますから、後押しじゃないけどその人の気持ちがポジティブになってくれればいいなっていうのは、髪型とかに関してはもちろんね、妥協はしたくないんでね、極力そのハードルは高く保ちたいし、やっぱ自分がやっぱ満足できるまでは変えしたくないっていうのがね、髪型に関してはあるんで、そうやってこの仕事を通じてお客さんに育ててもらった感じっていうんですかね、なんか ねこの町とここの場所に縁があるので、お客さん、まあ、と一緒にこう年を取っていけるように、なると理想なのかなと思う。